新築家実際建てる時には、このソファは絶対入れたいなと思ってて、うんうんうん、でこのソファと合わせても薪ストーブも絶対入れたいなっていうのを思ってるところがあったんだけど、そこ2つ決めてから家作りを、はい、なんか逆ですかね、あのだいたい家作ってから、はい、家具どうしようかなって悩んで、うん、家作った終わったあたりでもう息切れして疲れてでも家具なんかもちょっと考えてるのしんどいで、そのままダラダラ過ごしちゃう、生活しちゃうっていうパターンがあるんですけど、まあ、こちらから始めるとゴールが決まってるから、なんかそう向かっていけるっていう感じがしますね。そうやね。あとまあ、一個なんかそのね、ポイントをやっぱ絞ってたので、うん、でそれをやっぱ建築家の方にも伝えてたので、まあ、そこを踏まえた上で全体をこうまとめてくれたっていうか、うん、だからそこの部分はなんかやっぱね、クロスどうしよう、まあ、いろんなの決めることたくさん多分お家ってあると思うんだけど、ある程度その建築家の方に依頼してたところがあるので、まあ、そういうところを含めて、うん、まあ、自分が入れたいインテリアだったりとか、まあ、照明も含めてそういうのを全部こう伝えてたっていうのがあったので、まあ、そこはよりこうスムーズに、うん、まあ、間取りも含めてだけど、はい、いろんな部分をよくこうね、いろいろ打ち合わせの中で汲み取ってもらった上で、うん、多分今のお家が成り立ってる感じがあるかなと思います、うんうん、なのでまさにこうね、これもちょっと内覧の時に使ったり、そう作ってくれた資料なんだけど、はい、まあ、まあこういうこうなんていうか、回ってっていうところで、まあ、最終的に生活、今の暮らしが多分あると思うんですけど、はい、まあそのコアな部分がどこかっていうところで、まあ一般的にはやっぱりそれこそ土地探しからされてる方なんかはどの場所で探そうかなみたいなところから、はい、そうです、まさにそうでした。ですよね、うんうんうん、そう多分なると思います、うんうん、で、たまたまね、僕の場合はまあ実家が、うん、まあのあまあ親からね、うん、まあ、土地をちょっと譲り受けて、うん、すぐそこに住まわれてるんですね、っていうのがちょっとあったので、はい、まあ、その部分に関してはちょっと恵まれてたところはあるんだけど、うん、っていうので、でその後やっぱね、敷地とかね、うん、やっぱりそういうのも含めながら、でお家どうしようかなっていうのが、うん、まあ、だんだんこう降りてくるところがあるかなと思うんだけど、はい、まあ、自分なんかはやっぱりこのインテリアっていうものを軸として考えていってっていうのがあるので、そこがやっぱコアになってるっていう感じですね。だから逆の発想というかね、うん、逆の形でこう作られていって、まあ、今の生活があるっていうスタンスではあるんだけど、家とか土地とか考えて答えは出すけど、合ってるかどうかわからないまま進むんですけど、このインテリアの椅子1個選ぶとかソファ1個選ぶとかだったら好き嫌いから入っていって、なんか答え一つのこれを扱うみたいなやつは出せそうだから、やっぱりこっちから入っていった方が最終こういう空間に住みたいっていうのが現実になるのかなって思いますね。そう、インテリアってやっぱり一番こう身近なところ、うん、やっぱりじゃあくつろぐ場所ってどこなのってなった時に、やっぱり今このソファ、うん、やっぱりこのソファーで、まあ、家族が、まあ、子供もね、やっぱりここで結構育ってるというか、うん、この上でね、おむつ替えたりとか、はい、うん、できますね。そういうのもしながら、まあ、お昼寝もしたりとかね、はい、まあ、そういうところを踏まえながら家族みんながここでちょっと過ごしてるっていうのもあったりするので、やっぱりこうソファーが中心になってるっていうところもあったりはするんですけどね、うん、なのでやっぱり改めてまあ、このソファーでよかったなと思うところもあるし、うん、まあ、ここが中心かなっていうのも自分でも思ってるところもあるかなと思うね。そのソファーと薪ストーブは決めてから建築の方に相談に行かれたんですか、順番的に。いや、もうそもそもやっぱりこうインテリアをそれはまあ打ち合わせの段階でっていうの、まあ、入れたいのはこういうものですっていうのは事前にこうやっぱ伝えててっていうので、だからまあその掛け合わせみたいな感じかなっていうのはあると、うん、徐々に全部が決まっていったってことですか。そう、
なのでやっぱりその大体まあ間取りから入ったりとかすると思うんだけど、建築の場合ってね、だからどうしようみたいなところがあるんだけど、その間取りを決める中でもインテリアが決まってると決めやすいというか、だからこのソファーがあったから、じゃあここにはこのぐらいのスペースはいるよねって必然的に決まってくるっていうかね、そういうのがあるし、でやっぱテーブルとかね、でまあ照明とかの位置とかもそういうのも必然的に決まってくるっていうのもあるので、やっぱ家具が決まってるとサイズ感だったりとか、そういう設備とかね、いろんなものを周りの環境を作っていくっていう上においてもやっぱ作りやすいというか、まあ、あともう一個大前提としてはそのやっぱり雰囲気、もう全体の雰囲気というかね、まとまりをどうつけるかっていうところで一個こう軸が決まってると雰囲気作りも作りやすいというのもあるかなと思いますね。なるほど、書いていく答えがここにあるから何かと判断がつけやすいっていうことですね。なのでまあよくねお問い合わせいただいて、こうプランニングなんかする際にもなんかこう今使ってるものでもいいんだけど、一個軸が決まってるものがあったりとか、新しくこう導入されるもの、それは照明でもいいし家具でもいいんだけど、一個軸があるとそこからこう広がっていくっていうことができるので、やっぱそこは一つポイントかなと思うので、はい、あと子供の頃から北欧家具が身近にあるようにお子様とかも考えてらっしゃったりはするんですか？いいものが身近にある暮らしを心がけてるとか。そうですね、まあどうかな、なんかあんまりこう深くは考えてはなかったりするけど、なんか、まあ、自分なんかもそうだけど、やっぱり、コネクト、まあもともとね、かっこいいものにこう憧れだったりとか、そういうものがいいなというぼやっとしたものはあったんだけど、まあ、コネクトにそれこそ入社して、まあ、北欧家具だったりとかそういうインテリアに触れる機会が増えて、やっぱり長く使えるものっていうものと、あと、まあ、シンプルで、とかあとメンテナンスもしながら本当に長く使えるっていうところが、まあ、今はねもう本当にそのサスティナブルっていうかね、そういうところにもつながっていってるし、まあ、物を大事にするっていうところも一つポイントだなと思ってるので、そういうのがねやっぱ、多分昔のその日本でもね、昔の方は多分そういう物を大事にするってことは多分あったと思うんだけど、やっぱ大量生産大量販売っていうかね、そういうのの消費行動がどうしてもね出てきたところで、なかなかそういう認識もねちょっと薄れていったところも多分あると思うんですよね。まあその中で、まあ、ちっちゃい頃から例えば、まあ、お父さんお母さんが大事にしてるとか、で、そういうメンテナンスもしてる風景をね見てたりすると、まあちっちゃいながらなんかいろいろ感じるものはあるんじゃないかなと思うんだけど、なので、まあ、環境っていうところかなっていうの一つは、そういうのは、まあ、いいのかなとね。だから自分自身もやっぱコネクトに出会って、まあ、そういうことを考えるようになったし、そのものの見方とかその価値観っていうものも変わってきたっていうところもあったので、なのでまあ子供にもねそういうのがちょっとずつでもね伝わればなんかいいのかなと思うところはあるかな。向こうのこういう世界があるって大人になって知って、情報を集めはするんだけれども、それじゃあ間に合わんぐらいのいいものとかブランドとか あるから、やっぱり小さいうちから自然と身についてたら、そこからまたステップアップがさらに上に行けるから、小さい時からこういう家具に囲まれて暮らしている方はいいなってつくづく思いますね。私はもうゼロからの出発だったから、一個もない環境で育って今興味があって知識をつけている中だから、もう頑張ってもここまでしか行かんのじゃないかと。だけど子供の頃からここまで、スタートがここだったらさらにここまで行けるなっていうのがあるから、お子様 のためにもね、いいものを周りに置いて過ごせる環境っていうのはすごいプラスになるんじゃないのかなって思ったりはしますね。まあね、家具自体もねずっとこうもう本当に何十年とか、もう、まあ、お家と一緒だと思うんですよね、考え方がね。お家もやっぱり長くやっぱなんていうんですかね、まあ、引き継いでいくというかね、そういうものだと思うので、まあ、お家だとねやっぱそういうのが分かりやすいというかね、ところだと思うんですけど、家具になるとねなかなかそこまで、なかなか考え方って及んでないところもあったりすると思うんですけど、まあ、北欧なんかはやっぱそういうのが受け継がれていくっていうかね、家具も受け継がれていくっていう流れが多分あると思うので、まあ、そういうのもね、今後なかなかね、そういう感覚がね生まれてくるといいかなと思ってるんですけど、
あともう一つ、真内さんがこのお家を建てられた時はご夫婦で最初住まわれていたということで、はい、プラスお子様、ご家族が増えていっている中で、もしもう家を建てるんであれば、ここはなんていうか、抑えておいた方がいい。この家を建てた上でさらにアップデートできることがあるんであれば、はいはい、アップデートできることが思い浮かぶんであれば、それを教えてほしいです。なるほど、うんうん、そうですね、そうですね、まあ、確かに環境がこう変化していく、まあ、暮らし方も変化していく、まあ、自分たちもね、年齢とともに変わっていくところもあるんですけど、なので、お家自体ね、本当に完成してないっていうふうに全然思ってて、うん、で、まあ、ちょっと収納をね、新しく導入したりだったりとか、はい、まあ、子供ができてね、やっぱ荷物も増えたりはするんですけど、うん、まあ、その中で、プラス収納を増やしたり行ったりしながらで、でもまあベースは変わらずで、あまりこう、物を増やさないっていうか、うん、そういうものは変わらずで、極力こうすっきり見えるような環境づくりっていうのは変わってないところはあるかなと思うの で、うん、でまあ、収納もね、やっぱりあればあるほどやっぱ物も増えちゃうので、もともとやっぱ収納少なかったんで、まあ、そこはまあ、まあ、不便っちゃ不便なところもあるんですけど、まあ、なかったらなかったで考えるっていうか、うんうん、工夫するので、まあまあ、それはそれでいいのかなと思ってるところが一つありますね。自分自身はね、そういうふうにリビングで収納増やされるんですよ。もうこれで一回おしまい。いや、どうかな、まだね、これからはまだどうなるかわからないところがあるので、うん、まあまあ、その時つどつどかなというのは、うん、思ってるところではありますけどね、うんうん、なので、やっぱりそれは環境に応じてっていうところかなっていうところでは考えてますけど、なんかそれもなんか楽しみの一つかなと思ってたりはするんですよね。なので、どうしてもね、造作の家具でね、最初から備え付けの家具とかだったら動かせないけど、大きい家具とかなんかは後から追加もできるので、まあ少しこう余白を残しつつっていうのであれば、いろんなことはできるんじゃないかなというふうには思います。で、次、まあ、お家建てるとすればみたいなところは、まあ、山ほどありますけどね。もっとこう、こうだったら、まあね、よく言われるのがやっぱ3階建てないとみたいな話はありますけど、うん、まあ、なんか分かりやすいところで言うと、やっぱ多分設備というか機能面っていうところかなと思いますかね、うん、なので、まあ、そこはなんかね、子供ができてこう洗い物も増えたっていうのはあったりするので、うん、なので、今ね、一応なんかキッチンとかだと食洗機はついてるんですけど、ちょっとちっちゃいタイプのものだったりするので、うん、やっぱりそこはやっぱり大きなものっていうか、いわゆるこう海外製のもの、うんうん、で、はい、大きいタイプでしっかり入るタイプのものが、うん、すごく、まあ、実際コネクトでも扱ってるんで、うん、まあ、便利だなっていうのは思ってるところはあるかな。だから次やるんだったらそれを入れようかな、うん、でむしろなんか入れ替えたいなって今思ってるぐらいの感じで、まあ、でも可能ですか。全然入れ替えもできるので、うん、まあ、いつかこう入れ替えてみました動画、あ、そうですね、ぜひぜひ、まあ、できたらいいかなと思ってますけど、はい、まあ、すいません、またよろしくお願いします、はい、なので、まあ、そういうのはちょっと思ったりはしてるますけど、あとは、はい、そうですね。でもアップデートって、それはね、お風呂も広かったらもうちょっと広かったらいいかなとか、なんかいろいろキリは、ね、やっぱりないかなと思うんだけど、まあ、やっぱりね、皆さんというかね、まあ、その時の精一杯というか、うん、そうですね、ベストプランでは行ってる感じではあるので、まあ、フレキシブルにこう動かせれるっていうの方が、まあ、いいかなとは思ってるところもありますかね。まあ、もちろんね、予算っていうかね、的なところもあったりするので、なかなかこう思い通りにいかないっていうところもあるんですけど、妥協するところと抑えておくところをしっかり住み分けて、ね、うん、だからあれですね、やっぱね、そこが、まあ、妥協じゃなくて何を選ぶかっていうところかな、うん、妥協って言っちゃうとなんかね、まあ、後からこうやっぱりってなるじゃないですか、うんうん、なので、どれを選んだっていう方を優先した方があれかなと思いますけどね、うんうん、なんか最初ね、ここのお家とかもね、和室とかもやっぱ和室もいるよねって話も出たんよね、うん、はい、だから和室も入れたりしてたんですけど、うん、実際、まあ、あったらあったで、あ、使うってよかったなみたいな話も出るんですけど、今結局その予算的なところも含めながらちょっとこうコンパクトにしたっていうのもあるんですけど、うん、それでいざなくても別に全然、ね、困ってないし、うん、それあったらあったでいいのかもしれないんですけど、まあ、困ってないというところもあるし、うん、全然いけたやんみたいな、うんうん、
っていうのもあったりはするので、うん、一番大事にしてたところを抑えてたから、その他は特に、うん、まあまあね、うん、まあまあっていう感じかなっていうところはありますかね。なので本当にキリはないと思います。そうですね、そう、はい、上を目指せばそれはキリもないですし、うん、なのでまあそこはなんか、あとまあやっぱり大事にしておきたいなっていうところは、あのメンテなんか素材感とかっていうのを結構、うんうん、がポイントかなと思いますけどね。まあやっぱりね、そこもね、予算を抑えるところっていうところで、それこそ塗り壁とか、ね、全部が全部塗り壁とかもできなかったですし、はい、これ天井はね塗り壁じゃないんですよ。だから天井はね普通のクロスになってるんですけど、なんかそういうところですかね。まあ塗り壁だとね、後から自分で塗ったりもできるので、はい、まあまあクロスでもできますけど、なんかそういうところですかね。あとまあ床もそうですし、ドアもそうなんですけど、まあ、子供が落書きとかしてますけど、それも削ったら綺麗になりますし、うん、自然な無垢材ですか。そう、うん、床もね、無垢のやつにはなってるんですけど、なのでなんかそういうところは、まあ、家具と一緒でね、はい、建材建築の部分もそのメンテナンスができるっていう部分はやっぱり選んでてよかったし、そういう部分は結構大事なとこかなと、うん、で、はい、やっぱりこうどんどんどん年数が経っていった時にこう味わい深くなるっていうかね、うん、まあ、そんな方がこう自分たちと共にこう成長するっていうか、うん、お家も成長するっていうか、うん、経った時がピークじゃないんですね。そうなんですね。その後もどんどん味わいが増していくっていう、そこはだからまあ愛着持つっていうかね、うん、その手を加えることで愛着もやっぱ出てくるので、愛着を持つっていうところではやっぱりそういうものを選んでいくっていうのは大事かなと思います、うんうん、なんで本当にね、なんかインテリアが軸でっていうのはまあかなり大きいところかなとは思ってますね。じゃないとね、インテリアショップですからね、うん、そうです。インテリアショップなんで、インテリアショップがなんで家建ててるかって言ったら、まあ、住む空間を、まあ、僕らのね、その発想してるっていう、うん、はい、理念でもありますけどね、うん、シンプルで心地いい暮らしの、うん、まあ、お手伝いっていうところですね、はい、っていうところで、うん、まあ、結局なんかインテリアをって考えていくと、まあ、空間も大事ってなってくるんで、はい、なのでやっぱりその建築 と、セットで考えるっていうことがより心地いい空間になっていくポイントだなというのは常に思ってて、でどうしてもやっぱそこが分断してるところもあるので、なかなかね考えられにくいっていうかね、でやっぱり箱ありきでスタートするっていうのが、まあ、一般的に多いかなと思うので、でなかなかそこまでインテリアまでってなかなかなりにくかったりとか、結局、まあ、照明なんかはね特にやっぱ設備として入っていくことが多いので、その段階でうまく組み合わせができなかったりとかっていうのもあったりはするので、いろいろとそこのやっぱり狭間といいますかね、インテリアと建築との狭間でこう悩まれてる方とか、こう困られてる方みたいな方も多分たくさんいらっしゃるんじゃないかな、まあ、自分自身もそれやっぱ経験したというかね、全然わからない中でそのお家を建ててっていうところだったの で、まあ、建築側の方に依頼してたっていうのもあるし、まあ、最初にねそういうことも伝えてたっていうのもあったので、まあまあスムーズにいったところがあると思うんですけど、なかなかそういうことがねこ うまく間でこうまとめてくれる人がいればいいんですけど、なので自分たちはやっぱりそういう役割になっていくのが、まあ、大事なんじゃないかなというふうには思ってますね。インテリア大好きな方はぜひともご相談いただいたらね。そうですね、はい、まあ、なんかお家を建てるっていうのではなくて、うん、どちらかというとねやっぱりその間っていうんですかね、はい、建築とインテリアの間でうまくこうね組み合わせだったりとか、はい、そこをこう選択するっていうところのお手伝いっていうのがやっぱ軸ではあるので、うんうん、もちろんまあリノベーションだったりとか、はい、まあ、新築なんかまで結局はやったりもしてはいるんですけど、うん、まあ、あくまでやっぱりインテリアが軸っていうところではやってるところですね、はい、ということです。はい、言い残したことないですか。大丈夫。多分山ほどありますけどね。あります。何本分ぐらい山ほど行くと思いますけどね、はい、まあ、ちょっとずつっていう感じですかね、はい、小出しにしながらできます。あ、小出しバージョン。分かりました。はい、じゃあ続編あるかもしれないということで。そうですね、はい、はい、またおかげ直ついた時は呼んでください。はい、はい、食洗機。はい、ということで、まなえさんのご自宅伺ってどんな感じで家を建てていたかっていうのお話をいただきました。はい、今から押し立てるという方はインテリ
アから考えて家を作るっていう発想の仕方で作ってみてもあのいいんじゃないのかなと思います。じゃあ最後までご視聴の最後までご視聴ありがとうございました、はい、いいねの方よろしくお願いします、はい、また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。